ください。この要が固まってる人っていうのは内臓の病気とか不具合ですね。で足腰ね、まあ、これは病気というか症状ですね。足腰に症状を抱えてる不具合がある人で、背中が硬直してる人で、心肺が、まあ、心肺機能が低下あるいは不具合を抱えてる人、そういう人は要の部分を緩めてほしいんですね。で人体で要って言ったら腰なんです。で、まあ、別に今、ね、患者さんとして来てるわけじゃないからね、あの不具合があるかないかっていうのはあんまりないかもしれないですが、腰の部分ね、患者さんがあのこういうふうにガシッと押さえ立って立てないように押さえ立ってほしいんです。で不具合があれば立ちにくいですね。 お手伝いしてください。よくガシッと2人でも頑張ってください。2人で、はい、起きてはならぬみたいな感じで、起きてはならぬ、はい、で起きてください。調子よく起きましたけども、あ途中までね。でちょっとこの不具合を軽く取っていくのにどうしていくのかってね、要の部分を緩めてあげてほしいんですね。でもちろんこの要の腰ですね、腰の中に例えば女性やったら、ね、まあ、子宮であったりとかね、こういうところがあります。で最近この辺がんなる人が多いですね。で男性も女性もあるんですが、これ直腸とか大腸とかね、うん、そのところも結構がんになってる人非常に多いです。でいい、最近ストレスでやられてる人も非常に多いですね、うん、であのそういう人って必ずこうやって触っていった時にこう、ね、痛みが発生する場所があります。そういうところって全部不具合抱えてるところです。でその不具合を取るのにどうしたらいいのかってね、まあ、一応癒し度は、ね、手当て療法なんで手を当ててもらうのもいいんですが、簡単に不具合を取るのに、緩めてあげる、ね、ここに塊、痛みがあるっていうのは硬いんです。それを緩めてあげる、それだけで結構です。緩めるのどうしたらいいのかってね、まあズボンとか入ってたらこの辺持ってね、こうやってね、そう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 、なかなかこれができるもんじゃないんですけどね。あとで仕方言います。同じように押さえてみてほしいんです、ね、同じように押さえて、はい、立ってみて、はい、簡単に立ちましたね。OK です。はい、もう一回言いますね。ここ腰は要って言いますけど、この部分に例えば癌を抱えてる人ね、絶対治りますなんて言うたら法律違反です。言わないでください。治しますも言ったらダメです。ただこの辺に不具合を抱えてる人ね、胃であってもいい、肝臓であってもいい、ね、お腹であってもいい、この辺の不具合を健康にしたければ要の部分を緩めてください。そしたら内臓機能向上します。足腰の不具合消えてきます。背中の硬直消えます。心肺機能低下向上してきます、ね、これずっと続けてください。続けるだけでいいんです。余計な、物質入れないでください、ね、薬必ずどこなってきます。自分で副作用として返ってきます。そういうことをやめていった方がいいですね、はい、じゃあこれちょっとワークしてください。お願いします。